れるな。でも、まあ、ありがとう。いい驚きっぷり。アリサちゃん、これ誕生日プレゼント。ミニ盆栽じゃん。え、普通に嬉しい。プレゼントのサプライズもうまくいったみたいだね。市ヶ谷さん、お誕生日おめでとうございます。誕生日プレゼントも用意してあるよ。ありがとう。これってルームフレグランス？そうだよ、ヒノキの香りなんだって。優しい香りなので癒されると思います。ありがとうございます。早速部屋に置きますね。そういえば今日私の誕生日パーティーやるとか言ってたな。